小泉孝太郎、ムロツヨシ愛を告白、自分よりムロさんの成功の方が嬉しかった、松本ほのか、初体験に、すごくドキドキ、この世界の片隅に、サントラが発売独絶バイオリに、スト高島ちさ子、唯一恐れる恩師と対面、その先、美形の男性ギネス認定員が、好みすぎて辛い、と話題に、京都タワーの設計は日本武道館を手掛けた建築家、